やばい、どうしよう、これは危険。久しぶりでございます。ということで、こんにちは、チャンギブログのチャンギです。現在地が、草津のパーキングエリア、ね、シャワーがいっぱいある、草津のシャワーの名所でございます。草津駅ね。さっきシャンプーじゃないわ、お風呂入ってきました。で、今からちょっとね、お風呂も入ったんで、シャワーも浴びたんで、シャワー浴びて、なんかね、シャワー浴びたらいつもこんなになるんだけど、この前髪。なんなんこれ。久々にこの草津のね、上りになるんかな、うん、東京方面。ちょっとご飯を食べようかなと、思っております。行きましょう。寒いっすね。もう12月なんで、さすがに寒い。ここの食堂行ったことないかもしれない。記憶な限り。うわ、眩しい、西日が。ね、全然まだ夕方のね、16時なんですけど、やっぱりトラックもパンパン、もう1台2台しか空いてるのが、さすがシャワーの聖地ですね。天下一品お食べお食べ。さすがに京都のものがいっぱいですね。漬物とか八つ橋。何がある、何これ、パワー飯、とんかつ、ラーメン、パワー飯。これにしよっかな、じゃあパワー飯。ユーリンチと豚汁。食券番号245番、ユーリン鶏、ユーリン鶏と豚汁の定食でございます。パワー定食。あ、まあね、あんまりそんなにパワーつけてもしょうがないんでね、まあ、あと運転なんで。今日はね、ちなみに東北まで行きます。東北の仙台県宮城市に行きます。もうできた、早っ。はい、はい、ありがとうございます、はい、パワー定食、パワー定食1080円、きんぴら、これ油淋鶏、ね、これ豚汁、一味かけました。で、ご飯いただきます。これ油淋鶏うまそう。いただきます。お客様、窓口までお越しください。結構ちゃんとした器具が入ってる。まあ、ユーリンチ。買い物しました。うまかったな、パワー飯。めちゃくちゃパワーついたわ。パワーつきさ、パワーつきすぎたかもしれません。パワーを注入してください。パワーです、パワー系です、パワーマンです。結構ここね、シャワー並ぶよな。シャワーの聖地じゃけん、ここ。シャワーの聖地。さっきさ、普通に僕がなんかシャワー飲まれて、シャワーの聖地とかやったら、なんか前からね、うるせえな、前からなんかね、ちょっとニヤニヤしながら、なんかこっち見てくる人がおって、だいたいそのパターンって、だいたい YouTube 撮影してるけど、なんか YouTube 見てますよとか、ね、視聴者さんの確率が高いんで、あ、僕もちょっと、じゃこんな感じでね、あ、どうもみたいな感じ言ったら、
その人なんかニヤニヤしながら普通にどっか行った。とこれでもここねスターバックスが売ってましたよ。はい、スタバができたんですね。できたらスタバがありましたね。はい、シャワーの聖地スターバックスのコーヒー手に入れましたって。160円ぐらい。東北の、宮城県仙台市に行きます。はい、ということでね、どんぐらいだろう、多分今ね4時半、うん、まあ、どっかで8時間なんか適当に寝て、まあ、明日の朝10時11時ぐらいまでね着こうかなと思います。ということでとりあえずね、とりあえずまあ眠たくなるまでできるだけちょっとね距離を稼いでおこうかなと思います。今日中に。明日僕ね夜走るのはいいんですけど、朝早く起きたくないからできるだけほんまにね進んどきたい。まあ、普通かそれ、なんでねってことで見てくださいこれ、スターバックス出ましたよ、セブンイレブンで。バス、ビール、スターバックス。お、そっちの空調がいますよ、コールド。コキットカット、デッテレッテデイ。僕ね、中距離してた時に、長距離の前に中距離してたんですけど、初めて関西来た時がね、関西がこの立東だったんですよ、滋賀県。立東でこの草津のパーキングで待機してて、立東ってどこ、もうその時長距離行ってないから何もわからん、名神とか新名神とか意味わからん時代で、でこの草津パーキング待機しとって、で草津出口、あ、出たら応援かな、出たらもう立東なんかなと思ったら、これ名神と新名神あるでしょ。立東は今でわかるんですけど名神なんですけど、これ立東で降りるのにこのパニクってこの新名神の方行ってしもうって、マジで焦ったっていう思いで、目の前に太陽が透かしてみれば真っ赤に輝く。ああ雪道、結構雪がここら辺降ってないけどな、結構降ってきましたね。積もってはないけど、やばい、ちょっとやばいぞこれ。うわー、新東名つけかったな、こんなになると思わんかった。はい、ちょっとこのセンサーマーク、多分ね雪でセンサーが多分バグってるんです。ちょ雪をねちょっと避けます。はい、こんな感じ、やばいな、多分センサーがね、どっかあるね、どこだったっけセンサー、これか、センサー、すごい、プレートもこれカチカチ。うわ、怖いだなこれ。おう、おはよう。消えた？よし、とりあえずセンサーは雪かき完了で、ま、多分また多分ね雪が詰まるんで、まあ、その都度ちょっとセンサーを雪かきします。今ね金沢の市街地なんですけど、この音聞こえます？パリ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 で、多分これ氷ですね、氷が降ってます。パターン入ったかな、これ除雪のパターン、塩化リパターンに入ったかもしれんなこれ。あー結構やばいことになってきたねこれ。ニュースで寒波到来じゃん、マジで寒波到来だな。はい、ちょっとまたセンサーの雪かきします。またちょっと、はい、除雪のトラックは避けたんですけど、ちょっとこれはちょっと思ったよりひどいかな。
ったらひどいですね。ちょっと予想。これはやばいっす。やばいっす。ちょっとこれは予想外。ナイスガイ。あ、来た。ちょっと待って、怖い。通行止めならんでもワンチャン、これ。勘弁しまくらー、ほんまに。怖っ、待って、マジ怖い。まあ、さすがスタッドレスだけど、まあ、あれですけど。これいかついって。いかちー、いきなりトラックとか周りにおらんくなったらマジで怖いわ、これ。うわー、ちょっと待って、これもうやべえ、終わった。積んだ、これ。前見えんし、これしかも。これ積んだわ、これ。ちょっと待って、マジでゆっくり行く、怖い。これ、ちょっと待って。助けてくれ。ちょっとこれ。わからん、これ線がわからん。おい、さすがだな。うわー、これちょっとマジで。これさ、これもう、これ通行止めじゃん、これ。もう、通行止めなんだね、これ。通行止めなるよな、これ。あ、待って。ちょっと待ってくれ、これ。ちょっとハイビンしてべ。ちょっと待ってよ、これ。無理じゃって。これ通行止めならんの、このレベル。これ三洋道だったら終わるじゃん、これ。通行止めたら三洋道だったら、これ絶対。パーキング入っても怖いしな、動けなくなっても。やばい。あ、終わった。おたるの日。待って、これパーキング、トイレ行ってんだけど、トイレ。ちょっとブレーキ踏まないように、ブレーキ踏まないように。これはパーキングですか、ここは。やばい。ちょっと待って。これパーキングですか。はい、パーキングです。これは積んだ。これは積んだで、これ。積んだんだけど、ちょ待って、これさ、パーキングで寝とって朝起きたら動けんパターンじゃないの、これ。やばい、これどうしよう。これさ、どうするべき。え？さっきの10分ぐらいでさ、動きにくくなったってことはさ、ずっと止まっとったらこれやばいんじゃない？多分。右折中抜かします。あ、ちょっともうちょっとこれ以上は危険なんで、ちょっと危険これはダメ。40キロ45キロで走っとっても誰も来んもん、後ろ。
ちょっと体力の限界来ました。はい、ありがとうございます。無事に朝を迎えました。はい、こちらトラックですね。つららができてる、つららが。すごい。おー、真っ白銀世界。いいね。はい、郡山、ジャンクション。ちょっと雪が次元、違いますね、ちょっと。ほんま。気をつけよ、次から。この氷が、波乱万丈の北陸道、大雪で降ってた水で流したんですけど、ということで、まあ、これからね、東北の地方、東北、青森のね、八戸とかね、結構ね、支店まだできるんで、どん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 トラックがね、もう、どん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 、出ていきます。発注してるんで、特にこの、フッ素の、この方がね、もう、どん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 出てるんで、おしゃれでした。バイバイ。